どうもこうです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、あるものを買ってきたので皆様にご紹介したいと思います。それはこちらになります。ソーダストリームジェネシス。それではね、早速開けてみましょう。中に入ってたのが本体で、ボトルね、ガスシリンダーが1本、説明書が語と中国語と韓国語と日本語と全部揃ってますね、大体は。で、まあ安全事項とかが書いてあって、まあこれ後で読みましょうか。あ、こっちか。クイックスターターガイド、これ読んだら分かる。まあちょっと一回あれしようか。はい、こちらね、ソーダストリームジェネシスという商品なんですけど、何をするものかというと、家でね、簡単手軽に炭酸水を作る機械になっております。なので、早速作ってみましょう。それではね、まず本体の上を外すと、ここにガスシリンダーが刺さるようになってるんで、まずこれを開けます。ここにこんな感じで、ここを本体に差し込んで、これだけかな。そしてこれに、このボトルに水を入れてきます。はい、ここにねライン引いてあるんで、ここまで水を入れます。そしてこれを本体に接続します。あとはね、簡単で、ここのボタンを押すだけ。これでこれぐらいにしとこうかな。すごい炭酸、いつも飲んでる炭酸水と一緒。もうちょい強いぐらい。こんなもんかな。ちょうどようになった。いいねこれ。本日はですね、ソーダストリームジェネシスという機械買いましたという話なんですけれども、なぜこれを買ったかというとね、いつもね、ウィルキンソンの炭酸買って飲んでるんですけれども、ペットボトルのね、数がね、尋常じゃないんですよ。めちゃくちゃ飲むんで。なのでね、家でソーダが簡単に作れればいいかなと思って買ってみました。ペットボトルの減少でエコにもなりますしね、あとゴミの処理とかもかなり楽になるんじゃないかなと思います。このね、ガスのカートリッジもなくなれば、これをね、購入店などに持って行って新しいガスに交換してもらうというような形でね、かなり環境にも優しいんじゃないかなと思います。またね、フレーバー炭酸って言って、炭酸自体に味をつけることもできるみたいなんでね、それもちょっと試してみたいと思います。で、今回ね、ソーダストリーム、このジェネシスという機械なんですけれども、なぜこれを選んだかと言いますと、この機械はね、電源も何もいらんで、カートリッジ挿してプッシュすれば炭酸ができるものになってます。なのでどこにでもね、持ち運び可能なものなのでね、例えばバーベキューなどでこれ持って行って、出来立ての炭酸で美味しいハイボールなどもできると思いまして、こちらにしました。するとね、この見た目の通りね、結構スリムなんで、どこにでも収納できる、邪魔にならないね、大きさやと思います。まあガスカートリッジの重さだけなんで、すごく軽いですしね。はい、本日はですね、ペットボトルの減少で地球環境にも優しく、あとお財布にも優しい炭酸を作る機械、ソーダストリームジェネシスのご紹介でした。この動画が役に立ちそうだったら、高評価またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーサンゴーモビーゴーでした。